ネは、ミラノ大学のセバスティアーノ・ベニアによって、開発されている Linux や MacOS のような、ポジックス準拠の OS のためのコンソールテキストエディタで、ある。ネは、ターミンゴライブラリーを使っているが、GNU タームキャップ実装のデータベースを使っても、コンパイルでき、シグウィンのバージョンもある。なお、日本国内では、VZ エディターライクなエディタである、ネディットも、 ネのファイル名を利用しているが、全く別のソフトウェアである。ネ、ね、は、ポジックス準拠の OS で移植可能で低速なリモート接続でも使えるとともに、現代のユーザーと初心者にも扱いやすい6の代替となることを目指している。キーボードショートカットは、6のコマンドモードの代わりに、CTRL-9 で終了、CTRL-O でファイルのオープンなど、 GUI 由来のものに準じたものになっている。構文強調、正規表現、変更が可能なメニューとキーバインド、自動保管など高度なテキストエディターで一般的な多くの機能をサポートしている。根はデフォルトで選択されたテキストのブロックをメタ T を謳歌することでコマンドラインフィルタにパイプで引き渡すことができ、UTF-8 エンコーディングもサポートしており、8ビットクリーンな 実装となっている。根は、マーチン・テイラーファーによって書かれた、アミーガ 3000T のターボテキストエディタに触発され、カーシスライブラリーを使用して開発された。その後、ターミーフォライブラリーを活用するために、リナックスに開発は移行した。トットルイスが開発チームに加わり、ノースカロライナ大学チャペルヒル校で必要な機能を加えるコードを寄付した。これは、 ネオ彼らの研究用の MVS からユニックスへの移行の一部として実装したものだった。ダネル・フィロレティは、ジョーからのコードを使って公文協調について協力した。バージョン2.6は、ファイルを開く画面に逐字検索が追加され、開いているドキュメントのリストのステータスインジケータの追加によって公文協調を改善した。バージョン3.1、令和64ビットを、 フルサポートし、ファイルサイズと行の長さは、利用可能なメモリとディスクスペースによってのみ制限され、大きなファイルは、透過的にメモリにマッピングされる。Linux Voice 紙はねを、Linux の3番目に優れたエディターとして評価している。ありがとうございます。